私の名前はサエコです。10年以上前から総合格闘技のプロ選手をやっています。まず祖母と同じく柔道という日本の武道から始めました。それからキックボクシングに興味を持って、最終的には総合格闘技に落ち着きました。最近 UFC やコナー・マクレガー、ロンダ・ラウジーのような選手のおかげで世界中に広まっていきました。でも日本では武道とつながりがあるから昔から人気があります。100年以上前にブラジルへ移住した日本人がブラジルの格闘家と生み出したのがブラジリアン柔術です。そしてそれが今の総合格闘技のベースとなっています。時々社会のルールにのって家族を持ったり、好きでもない仕事をしている女性から妬まれることもあるけれど、でも個人的にはどんな道を選ぼうが応援したいしされたい。女性について時代外れな意見を持っている人は気にしないようにしている。私は自分の選んだ道を進んでリングに立っている私の姿が少しでも他の人に勇気を与えられたらいいと思う。ラボー